1926年、大正15年、小諸市動物園は長野県内初の動物園として誕生しました。一匹のニホンザルの展示に始まり、以来50年余りの年月とともに動物も増え、ゆっくりと進化し続けてきました。そして2022年春にリニューアルを遂げ、ビューイングシェルターを備えたペンギン舎やふれあい休憩所を新設。小諸市動物園は開業100年を前に、さらに楽しく、より多くの皆様に愛される動物園に生まれ変わりました。小諸市動物園は小諸城市懐古園内にあり、広大なスペースの駐車場を完備。さらに信濃鉄道小諸駅から徒歩およそ3分と抜群のアクセスが魅力です。園内ではおよそ40種類のさまざまな動物たちに出会います。新しくなったペンギン舎では、かわいいフンボルトペンギンたちのさまざまな仕草のほか、水中で泳ぐ様子を見ることができます。ふれあい休憩所では、モルモットやパンダマウスと触れ合うことができます。たくさんの動物たちに出会えるのが動物園の魅力ですが、動物たちのめったに見られないレアな表情を一番知っているのは、動物たちの世話をしている飼育員さんたちです。ここからは飼育員さんに密着して、動物たちの食事シーンや飼育員さんだけが知っているさまざまな表情をご紹介しましょう。いつも世話をしている飼育員さんだからこそ、動物たちもリラックスしていろんな表情を見せてくれます。
コモロス動物園に行ったら飼育員さんの行動にも注目してみましょう。動物たちの楽しい話が聞けたり、特別なシーンに出会えるかもしれません。リニューアルしてますます楽しさも倍増したコモロス動物園では、今後もさまざまなイベントを企画していきます。イベント情報や動物たちの様子は公式ホームページや公式 SNS でお知らせしますので、チェックをお忘れなく。コモロス動物園でいろんな動物たちと楽しい一日を過ごしてくださいね。